J-Wave. Good evening, 世界のキッザニア情報です。この番組をナビゲートするのは J-Wave ナビゲーター。 My name is Fui Lan. I like fish. そして音響はレクランソンさん、進行はハンスさんです。この番組では世界中にあるキッザニアのお仕事情報をお伝えします。ところで皆さん、世界で一番初めにキッザニアができたのはどこの国か知っていますか？そりゃメキシコという国です。ではそのメキシコのキッザニアにはどのようなお仕事があるのでしょうか。なんとメキシコのキッザニアには遺跡のパビリオンがあります。考古学者になって発掘調査をするようです。ワクワクしますね。僕がやってみたいお仕事は発掘調査です。他にもトルティーヤ工場があります。トルティーヤとはトウモロコシを使ったメキシコの代表的な食べ物です。中に具を入れるとタコスになります。僕の好きな食べ物は魚です。次はソウルのキッザニア情報です。ここにはカップラーメン工場があり、キムチラーメンも作れます。他にも大きなサッカー場があるそうですよ。僕の好きなスポーツはサッカーとドッジボールです。続いてドバイのキッザニア情報です。ここではなんと香水を調合して新しい香りを作ったり、ジュエリー工房ではビーズを使ってオリジナルのアクセサリーが作れます。僕だったらダイヤモンドを作ってみたいです。他にロンドンやクアラルンプールにもキッザニアがあります。世界中のいろいろな国にキッザニアがあり、その国にしかないお仕事が体験できるんですね。僕はクアラルンプールのキッザニアに行ってみたいです。そして日本にはここキッザニア、東京とキッザニア、甲子園の2つがあります。どちらも約60のパビリオン、そして約100種類のお仕事があります。僕が楽しかったお仕事は住宅建築現場です。ではキッザニア甲子園にはどんなお仕事があるのでしょうか。なんと寿司屋やペンキ職人のお仕事が体験できます。そしてこのキッザニア東京です。キッザニアクラブ東京の会員になると会員アクティビティといって少し難しいお仕事にチャレンジできます。会員アクティビティを体験するとキラキラ光るお仕事カードをもらうことができるんですよ。誰でも会員になることができますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。皆さんはどの国のキッザニアが気になりましたか？世界中を旅してみたいですね。以上、世界のキッザニアでした。ここまでのお相手は I'm Freelan、 そして音響はレクアンソンさん、進行はハンスさんです。せーの、また明日この時間にお会いしましょう。 See you。頑張ったお二人、日本人握手お願いします。
はい、できるなくて、こんばんは、きえです。お疲れ様でしたって録音しちゃいましょうか。じゃあ、いきます。せーの。本番 OK です。お疲れ。お疲れ様でした。せーの。本番 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。以上で本番終了です。ありがとうございました。ありがとう。